あゆが一番泣いてましたよね、うん、<の>後ろでこいつ泣いてるなっていう <laughs> <laughs> <ー>いやいやちょっとなんかスンスンして気になるのそ,そうですか <laughs> 村瀬くん <laughs> いやそういうことじゃないです村瀬君はそういうことじゃないですそうそうそう飽きたくなるほどなるほど ローマの…あのローマというか花江くんの,あの声ですねに本当に涙腺を刺激されるなっていうのはあ,ありがとうございますあの一緒に撮っててね、はい、あ,あそこは本当に、うん、一緒に取らないとああいう風には引き出されないんだなっていうのをすごく感じたシーンでしたね感情が揺さぶられながらもでも冷静になろうとしてでも現実が分かってきてっていうあそこのお芝居っていうのは花江くんとやってたからこそ 生まれたものかなっていうふうに感じますねすごい気持ちですよね、あのシーンはなんか泣き笑いじゃないですけど、涙涙をねそこはでも、やっぱり掛け合いだからこそのいやー、だったと思いますね実際あのシーンの時はお二人は同じブースにいらっしゃったはい、一緒に撮りました村瀬さんも後ろで見てた気がするな ねもうなんかあゆが一番泣いてましたよ、ねあの収録中に泣いてました。なんかドロップのことを話されると涙出てくるんだよねって言って。僕らももちろんね、気持ちは揺さぶられてるものの、まあもちろんその実際涙が出てるかどうかっていうのは声優にとってはあの二の次というか、やっぱそこにね音として乗ってることが大事なので、そこに意識を送ってましたけど、村瀬くんはもうその時自分のねその出演出番は終わってい いたもののまあ、一緒にその作品のアフレコを最後まで見届けて、えー、くれてなんかまあそれも僕たちとしてはまたグッとくるものがあったわけですけど。 もう撮ってるときからあれ、後ろでこいつ泣いてるなっていうのを感じながら、<laughs> ちょっとなんか、スンスンして、気になるんよ <laughs> 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 これ、リテイクにならないよなとか思いながら、でも、そのね、やっぱ、言うてみれば、まあ皆さん、こう、なんだろう、一緒に見てくれてる皆さんが、その場で生アフレコみたいな感覚もありつつ、うん、背中をね、ドロップに押してもらえるような時間でしたね。 貴重の話を聞けましたね。あの瞬間、泣いてたんですね、村瀬さん。そうなんですよ。村瀬くん。いや、そういうことじゃないです。村瀬くんは、別に今日は、あの、そ、そういうことじゃないと。そうそうそう。うん。でも、ドロップも、こう、泣いて。 こう作品と重なる部分ありますねもしかしかたらそうですねいやだから本当にまに、あ、繰り返しになっちゃいますけど見る人それぞれね、まあ、キャラクターの個性も違いますしそれぞれの中で今までの人生の中でいろんな出会いとか別れがあったと思うのでうんこう気持ち引っ張られるキャラクターが違うとは思いますけどだからこそ何度も見ていただきたい作品ですねそうですね。